皆さんこんちゃーす。よいこのみんな調子はどうよ。今回は以前実況させていただいた、絶対に見てはいけない呪われた子供番組のホラーゲーム、アマンダ・ジ・アドベンチャラーの最新アップデート版をプレイさせていただきたいと思います。おお、このゲーム、またまたアップデートされたんですね。今回は一体何が追加されたのでしょうか。これまでのバージョンでは、ゲーム開始、正面のテレビで呪われた子供番組を見るって流れだったと思うんだけど。わあ、動けるようになってるー。そう、プレイヤーである主人公の部屋を自由に歩き回れるようになったみたいなのよ。ひえ、壁にびっしり赤い文字で色々書かれてますやん。ビデオを再生する前に軽く何が書かれているのか見ていきましょう。自分がしたこと？何について後悔しているのかしら。午後の紅茶を午前に飲んだ件についてかな。しょうもな。こっちには闇落ちしたミッキーみたいな絵が描いてあるわね。これっておそらく化け物化したアマンだよね。書き込みの狂気度が右に行くにつれて増していってるような。壁の書き込みを見た感じ、主人公はこの呪われた番組について相当深く調べていたようだね。壁の中央に巨大なテープの絵が描かれてる。これを描くのに相当な量のインク使っただろうな。そもそもこれはインクを使って描いたものなのでしょうか。確かに、ケチャップもしくはチリソース、なんなら血便で描いた可能性だってあるもんな。血便だとしたら色濃すぎでしょ。絶対違うよ。てめえに血便の何がわかるんだよ。血便ガチ勢怖すぎー。ひぃ、こっちにもめちゃんこ不気味な絵が描いてある。それはいつも見ているだってさ。常に監視されているってこと？誰に？アマンダやろな。アマンダ、彼女は一体何者なの？現実世界に干渉することのできるアニメキャラクターってとこですかね。恐ろしすぎます。では復習も兼ねて1話から見ていくとしましょうか。よく見るとロゴが変わってる。Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love Apple. Do you like Apple?いつものしょうもない質問が来ました。これ嫌いと言っても好きってことで話が進められるのよね。You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? もう夢に出てくるほどこのゲームプレイしてるからすぐわかるわよ。間違いようがないですよね。Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. And look, there are apples.Can you see apple? これリンゴって言ってるけどさ、トマトにも見えるよね。私にはパプリカにも見えます。ちゅうことで1本目のテープ終了ですな。このテープは特に今までと変わりなかったわね。あら、テープがビデオデッキから吐き出されて床に落ちちゃったわ。今までのバージョンだと次見るテープがテレビの横に置かれていたはずだけど見当たりませんね。ってソファーの上に置いてある。あれ、さっき部屋を探索した時にはなかったよね。見てレイム、壁に書かれた数字が光ってるよ。短い間に色々と進展ありすぎ。壁の光る数字は何を意味しているのか、一体誰が2本目のテープをソファーに置いたのか。まあいい、次見ていこう。Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone, I'm Amanda. I'm Lily. Today we're going to get meat for Grandma.But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? このシーン見るたびに思うんだけど、おばあちゃんって一体誰のおばあちゃんのことなのかしら。未だにおばあちゃんが誰なのか明かされてないよね。この挨拶しても返事のないお肉屋さん不気味すぎる。口がないからね、話したくても話せないのかも。お肉屋さんに買うものを伝えろですって。確かここはウーリーを意味するよう肉、ラムと入力すると隠しテープが見れるのよね。ただ入力しても不正解として処理されるという。今回は隠しテープに追加要素あるのかな。そして毎度おなじみの謎肉の登場。この肉は人肉なのか、はたまたウーリーの家族の肉なのか、真相が明らかになるときは来るのでしょうか。横のウーリーくんと比べるとちょうど同じくらいの量だよね。恐ろしい。テープに終了ですね。このテープも特に変化はなかったわね。ああ、テレビの横に隠しテープが置かれてる。さっきラムと入力したことで見れるようになった隠しテープだね。いつもと同じく謎の民家が映し出されました。そして唐突に現れる入力欄、これは文字数的にアマンダなんだよね。だとしたらあの民家はアマンダが昔住んでいた家だったりして？アマンダも元は普通の子供で、悪魔か何かに取り憑かれて化け物化しちゃったとかあるのかねー。この大量のお肉を見せつけられるシーンも何を伝えたいのか謎ですよねー。今回のアップデートで一つくらい謎が解き明かされるといいんだけどねー。最後は入力欄に強制的にウーリーと入力され謎の地図が出てきました。ふーむ、この隠しテープもこれといった変化はなさそうね。そういえば壁の数字はどうなったんでしょうか？おっと、また数字が一つ発行しとるわ。これって一つテープを見終わるごとに一つ数字が発行していくシステムなんですかね？ほほう、今2本続けてテープを見たから2つ数字が発行してるね。合計で3つの数字が発行しましたが、これは一体何を意味しているのか。で、シビンの横に新たなテープが置かれとる。シビンではないでしょ。我々がエピソードを見ている間に裏で誰かが置いてるんかな。You're right! The treasure map's at the woods! Let's go! I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? I said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah, right. Yeah, but we still don't know where the treasure is, buried. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? この会話を聞くと、ある程度台本みたいなのはあるように感じるわね。Looks like the spot. But how are we supposed to get at it under all the dirt? Bah. Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for... And now we only have the shovel. What tool should we use to dig up the treasure? これ埋まってるの絶対お宝なんかじゃないんだよな。 The shovel. You're right. Now we can dig this up before someone. Okay, that's enough. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. ウーリー君のこの口ほんと好き。 You take the tape out now and destroy them. Burn them. Whatever. Just get rid of these other tapes. Do you hear me? You can't let anyone else watch these.ウーリー、お前のことは一生忘れないよ。多分。アマンダはなんで土の中にある何かを掘らせたがっていたんだろうね。今回もあの土の中に何があるのかは分からずじまいでしたな。で、今流れているのはウーリー君の命令通り何者かがビデオテープを燃やそうとしている実写映像よね。前回と内容が同じならそうなるわね。この焚き火ってあらかじめ用意されたものなのかしら。主人公なんでここに焚き火があるのを知っていたんだろうね。自分で用意したんですかね。その割には結構探しているように見受けられましたが。さあ早く燃やして。と六星野郎だな、さっさと火つけんかい。あ、力んでうんち出そうとしてる？見えない力がビデオを燃やすのを阻止してるんですよ。ここは文字数的に LIGHT でライトなんだけど、何を入れても結果は変わらないっぽいんだよね。壁にあった謎の数字は？文字数合わないしここに入れるわけではなさそう。完全に見えない力に押さえつけられちゃってる。アマンダ恐るべし。結局今回のアップデート版でもテープを燃やすシナリオはなさそうですね。ダメそうだねー。あ、勝手に文字が入力されてる。ウォッチ、見ろってことですよね。洗脳完了。ああ、完全に燃やすのを断念してしまった。そして彼も家にテープを持ち帰って中身を見てしまうと。このテープを燃やそうとした人って一体誰なんだろうね。確かこの後誰かと電話で話すシーンがあったよね。Hello? Yeah, hey. Yeah, no, I found it. Yeah, I found the place. It was just off the highway. Yeah, not too far, right? Wasn't that hard. Yeah, no, they're all... Hold on, what? Was I followed? No, I don't think so. Who'd be following me? No, nobody was there. It was just me. Yeah, no, the tapes are all destroyed too. They're gone. Every single one. Yeah, no problem. Listen, it's getting late. I really need to get home. I got work tomorrow. So I'll call you when I get back home, okay? Cool. Okay. Have a good night. I'll talk to you soon. Okay, bye. 思ったんですけど、このテープを全て破壊したと嘘をついた男性、主人公なんじゃないですか？部屋の壁で見た自分のしたことを後悔しているという書き込みは、テープを処分せずに持ち帰ってしまったことに対するものだったのか。じゃないかな。だとしたら電話の相手は一体誰なんだ？それが謎なのよね。ますます謎が深まったぞ。最後のテープが床に落ちてますよ。アマンダが人の家に侵入するエピソードか。その家っていうのは今我々のいるこの場所だったりして。 It's dark out. Let's go home. 仮にアマンダの言う家が主人公がいるところだとしたら、このテープの終了後主人公は殺されててもおかしくないわね。そしていつもの違法ミッキー。ねえレイム、最後の化け物のシーン見た？どうかしたの？我々のいた部屋にあった花瓶と同じ花瓶が後ろに映ってたよ。ってことはやっぱりアマンダが入ったのは主人公の家だったってわけか。あの子供向け番組の皮をかぶったテープを見てしまうと、最終的には殺されちゃうってことですね。それはそうと結局壁の発行した数字は何だったんだろうね。何かしら意味があるものだとは思いますが。私、ちょっと調べてくるわ。よし、試してみるか。お、壁の数字について何か分かったんですか？壁の数字は全部で4つあって、正しい順番に並べると、2023になるみたい。そしてこの数字を、肉屋のこのシーンで入力すると何かが起きるらしいです。隠しテープを出現させるのにラムと入力したらんだ。お？ I will like you. I thought this was all fun. You should have listened to Lexi. You are no longer safe. You must prepare. You must be ready. Don't let her in. 意味深な終わり方でしたね。最後のセリフはアマンダにやられた主人公から、我々プレイヤーへの警告といった感じですかね。2023ってのは何だったんだろうね。情報によると2023年に本ゲーム、アマンダ・ジ・アドベンチャラーが製品版としてリリースされるようなので、それを意味しているんじゃないかな。来年製品版が出るんですか？これまでの全ての謎はおそらくそこで明らかになるんだろうね。わあ、楽しみだな。製品版はこの動画が好評なら実況させていただきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。